せーの、ほやほやかぶしょこ新婚夫婦。はい、ということで、はい、今回はですね、またこちらの場所でやってるということは、はい、あのいつもの、はい、不妊治療のお話になります。洗面所です。はい、今回ですね、はい、不妊治療のクリニック、はいはい、卒業することが、はい、できました。おめでとう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 。もういやもうね、うん、不妊治療卒業の日の前日も、うん、やっぱり不安で、うん、その2週間ぐらい空くから、うん、その前の妊婦検診から、うん、心拍を聞いて、うん、その後の一応今回の写真が、うん、この、はい、今回がこちらのね、はい、あ、ちょっとなんかいろいろつ今回こちらの、はい、赤ちゃんの頭と足が、はい、なんかもう手と足がもう生えてる。生えてていきなり、ね、前回なんかオタマジャクシみたいな感じだったのに。そうね、すごい、ね、前回よりも全然くっきりと人間味がある形になって、はい、人間味がありますよ。22センチですよ、約。はい、大きくなっておりまして 21.8mm、 調子もいいですよっていう、はい、お言葉もいただきまして、はい、で無事卒業することになりました。すごいね、もう、はい、なんかなのでね、ずっとこの辺なんか早い、時間が経つのが早いのか、うん、長いのかよくわからない。この1ヶ月間は、うん、ね、その先月が判定されて、うん、でこの1ヶ月間が一番、うん、なんか大丈夫かな、流産の危機も結構ある時期なので、うん、赤ちゃんが育ってなかったら、うん、心拍がなかったらとかいろいろ考えることはちょこちょこね、やっぱり休みながらも、ね、座りもありながらも、ね、だったので、無事によかったって本当にもうね、うん、悩みは尽きないね、その月々でさ、この始まるまではさ、その転院するまで、今回その体外受精専門のクリニックだけど、うん、その前は人工受精のまあ、普通の病院にもいたけど、その頃はその頃の悩みが毎月あって、うん、で次転院したら下で、うん、なんかまああの子宮お休みさせないといけない期間があったりとか、うん、ピル飲まないといけない期間があって、体外受精も始まらなくて、うん、ずっと悩んでる期間もあって、うんうん、そう、したら下でまたこの悩んだ大丈夫かなってなってしたら下でまたあるんだって思って、うん、でもし卒業した後も、うん、あの一番最後に診察で言われたことが、はい、早く分娩取らないとダメですよって言われて、うん、え、でもこの卒業が決まらない限り心配だったから、赤ちゃんが育ってるか、だからと思いながら、うん、だからもう今日も朝一で、うん、昨日卒業したんですけど、はい、朝一分娩予約をして、うん、もうコロナのせいで今全然、うん、あの本当埋まってるし、人気なところはダメだからみたいなこと言われて、うん、やばどうしよう、もうそこしか決めてなかったから、その今回分娩予約の、ここがいいなってね、病院考えてなかった場所1個しかなかったから、うん、あと紹介状も書いていただいたので、そこ用に、うんうん、なのでそこ取れなかったらまた書き直しみたいな、ね、そこ取れなかったらまたその卒業したけど病院行かなきゃいけないって、うん、クリニック行かなきゃいけないっていうのがあったから、なんか無事にそこも分娩予約も取れて、うん、なんとかちょっとまあ次は妊婦検診で新しい病院に行くという形になっております。いやー、はい、でも本当もうおめでとうだね、本当に良かったです。だから、うん、帰りにまた卒業した後に美味しいもの一緒に食べて、うん、お祝いって一緒にね、妹とね、はい、なんかね、あとね、うん、一番最後の卒業日は、うん、まず最初に、はい、おしっこの検査、尿検査があるのね。で尿検査は最初体外受精のステップアップで初診に行った時、うん、そのクリニックに初めて行った時に尿検査をしたの、うん、その時ブリだったの、ね、ビフォーアフターそんなって尿検査ってそんな出すだけでしょ、出すだけだけど、あ、ここの場所懐かしいってなって、うん、その半年前だから、ちょうど私が12月とかだっけ、1月の後半、1月に人工受精を2回目して、うんうん、で諦めて2月の頭に、うん、体外受精の専門のところに行こうってなって、その時に初めて尿検査をしたの、うん、でそこから久々にその場所に行ったから、うん、はいはいはい、あ、ここ初心で来た場所だってなって、はい、あ、なんかすごい、なんかすごいなと思って、ね、そうトータルででも考えたら、うん、すっごい順調にうまくいった方だよね、この移転してからは。そう、1回目で1回目の新鮮、うん、
新鮮胚移植っていうものだったので、うん、そこでうまくいったから、そこでね、だって卵も1個しか取ってないんですよ。よく卵を何個取れたんですか、うん、とか聞かれるけど、本当に1つ麻酔なしで1つだけ取って、1回目は自然で試しましょうみたいな感じだからね、うん、その病院の方針としてだったので、その回でできたっていう、すごく恵まれた、うん、本当にラッキーだったっていう、ね、そうやって考えると本当に良かったなって思うんですけど、うんうんうん、なのでそれをしてから、うん、内診でそのさっきの赤ちゃんの見て、はいはい、で診察で、うん、もう今後の話を、うん、で今後もしこれから、うん、私子宮内膜症とチョコレート脳腫持ちなので、うん、あの今後も関わってくる、うん、子宮内膜症はずっと関わってくるものなので、もし赤ちゃん産んだと後も、うん、ちゃんと検診は受けてくださいって言われて、はい、なのでちゃんとそういうのも教えていただいて、うん、アフターケアというか、うんうんうん、教えていただいて無事に卒業したけど、うん、やっぱり診察毎回行くのもさ、クリニック、うん、もう何十回も行ったんだけど、うん、毎回2時間以上かかるの、うん、3時間とか、うん、だからそれを計算もしてたのね、10回以上行ってるから、うん、もうここに1日おったんや、うん、30時間以上そこに座って待ってるからでドキドキしながら待つことが多いから、ほぼその不妊治療のクリニックは、確かに、あ、なんかすごい30時間ここに座って待ってたんだなとかいろいろ考えてた、うんうん、まあでも、うん、それをね、やっぱ1年2年通ってる人もいるって考えると、そう、すげえスムーズにいったなっていう、そう本当に大変なすごいとこだよね、うん、そうだね、うん、あと私的には、うん、本当にステップアップをしてよかったって思いました、うん、それは確かにそうだね、早めにね、うん、そう早めにしといて、年齢的にも35歳までがその成功報酬制度を使えたのもあって、ちょっと安くなったりするので、うん、本当に早くしといてよかったね、よかったとはもう思いました、うん、はい、なんかそこの病院で検査っていうか、うん、とりあえず行って見てもらってから考える、うん、でもいいっちゃいいしね、その、まあ、ね、今のその体外受精のところに行って、うん、でもその検査しないとさ、何が体がどういう状態でとか、どっちに原因がとかも分からないから、ね、とりあえず行くっていうのは大事かもしれない、うん、タイミングとかね、人工があんまりうまくいかない場合は本当に早い方が良かったって感じましたね。え、おめでとうございます、うん、いや、あと何よりもでも、うん、なんか毎回さ、その終わった後、うん、やったおめでとうみたいな瞬間、うんうん、昨日、うん、全然喜びの舞がなくて、もうなんかつわりがしんどすぎてっつって、そう、なんかね、2時間半ぐらい結構じっとしてるのが結構辛くて、うんうん、卒業だ、やったっつってない、うん、あ、なんか今まではね、やったねみたいなさ、もうさ、フラダンスとかしてたの、エレベーターの中で2人だから、なんだけど、もう、エレベーターの中も、いつもの、いつもの私の踊り、ハワイダンスをね、待ち望んでたんだけど、全然踊らない。最後の最後に、もうこれもなしという、もう、あ、疲れた、みたいな。そうだったけど、これ今後もね、つわりは続いていくので、まあ、うん、赤ちゃんがいるので、うん、まあそれはよかったね、耐えてね、本当によかったね、本当に良かったです、はい、うん、ってことで、はい、まあもうこっからはまあこう、うん、不妊治療の話っても多分もうこれ以上ないかなっていうか、うん、まあそのね、あのママとしてっていうか妊婦さんとしてっていうことのなんか動画とかあるかもしれないけども、うん、あとはあれだね、助成金申請するぐらいだよね。そうだね、助成金が今一応最後にたくさん領収書を出したりとかしたんで、その辺をクリアしたら、あとお値段とか、うん、全部のお値段とかいうのがその辺クリアしたらもうぐらいで、不妊治療っていうものはもうちょっと感じかな、ちょっとの間お別れ、お別れというか、でもなんか前さ、その全然言ってたのは、うん、1人目、うん、まあ、この子無事生まれて、うん、そしたらまた次、出戻るパターンもあると思うね。そう、そこのクリニックに、クリニックに。やっぱりそこがすごい私は合ってたので、うん、なので、もし2人目も順調に早く産みたいなら、そこがいいのかなって。帰ってきましたって。でも、思ってますけど、うん、はい。そういうこともあるもんね。うん。はい、ね。なので、はい、すごく、日曜で戦ってる皆さんも、うん、いい方向に進んでいけるのを願っております、う
本当に願っております、はい、うん、すごいたくさんインスタとかでも未だにたくさん送ってくださるんですよ、うん、この時どうでしたとか、うん、移植の時どういう生活してましたとか、うん、全然私初めてなんですけど、うん、私でよかったら答えれることは答えていけたらいいし、うん、一緒に頑張っていけたらなと思っておりますので、うん、皆さん頑張りましょう、うん、はい、はい、こんな感じで今回は不妊治療一応卒業の負けでした。おめでとう。ありがとうございます。何それ、タップしてるじゃん、はい、それギブアップの時のやつよ。本当、はい、という感じで、はい、よかったらグッドボタンとチャンネル登録と今後も見守っていただけましたら嬉しいです。はい、バイバイ。